はい、どうもこんにちは、くじまやです。今回で第53回目ということで、今回紹介するトランプはこちらです。バイシクルのソリティアというトランプになります。まあなんかトランプゲームでソリティアっていう、まあ一人用のゲームがありますけど、まあそれを取ってるのかなっていう感じの名前ですね。ということで近くで見ていきましょう。じゃーじゃん。はい、近くで見ててこんな感じですね。まあソリティアっていう風に書いてありますけど、まあバイシクルの特徴である自転車の車輪ですね。で裏にバイシクルソリティアと書いてあって、なんかかなりシンプルなデザインのトランプですね。まあサイドにはソリティア、バイシクルって書いてあります。じゃあ赤から見ていきましょう。しょ、まあ広告ではないな。これはなんかバイシクルのグッズのなんか値段表みたいなやつですね。まあ、広告の一部になるんですかね。はい、では表なんですけど、まあ、形とか色は普通なんですけど、端っこにちっちゃく、まあ、スペード40だったらスペード40と数が書いてあります。でマークによって位置が変わります。スペードだったらこういう端っこで、ハートだったらここら辺失礼で、クラブだったらここ真ん中ですね。で、ダイヤだったらこういう位置になります。で、マークごとに分かれてて面白いですね。なかなか何か意味があるのか分かんないですけど、ただ F だとかこういうの全部一緒ですね。マークが、マークというかデザインが。で、スペードのエース。なんかスペードマークが大きい感じですね。ナンバー75って書いてありますね。で、スペードのエース。バイシクルソリティアっていう風に書いてあります。ね、こんな感じです。なんかマークが大きくて4つあるので、なんかちょっと圧迫感がある感じですね。普通のと比べると。で、ジョーカーが2枚と。で、まあ、デザインが別々。ちょっと困る感じですね。まあ元はこんな感じ。裏です。裏はなんか真ん中風車みたいなのがあって、で、で自転車の車輪が2つあってっていう感じですね。これは何なんですかね、よくわかんない。これはとお花とかがあって、お花つか草があるデザインですね。まあ、こんな感じのデザインになってます。はい、続いては青です。よいしょ。まあ色以外はデザインも一緒ですね。こんな感じです。はい、で中なんですけど、まあ入ってるのも一緒で、ジョーカーが2枚、別デザインのジョーカーですね。で、まあ赤と一緒で、スペードが端っこ、クラブが真ん中、ダイヤがちょっと右寄りっていう感じですね。で、ハートが左寄りと。なかなか面白いですね。スペードにしても変わらずと。まあ裏以外は変わらないですね。裏の色もこんな感じです。まあ、普通のバイシクルの青と色合いは一緒ですね。ただマーク、デザインが違うだけっていう感じのソリティアバイシクルになってます。まあ普通にバイシクルなんで、素材もいいしフレームともにやりやすいです。はい、ということで今回はバイシクルのソリティアをご紹介しました。確か参考堂さんでは見かけて、1個確か500円で買うことができます。ただフレンジドロップさんやストリートマジシャンさんには確か売ってなかったと思うので、もしご興味のある方は参考堂さんに行ってみてっていうか見てみてください。ということで今回はバイシクルのソリティアの紹介でした。ありがとうございます。